坂井里氏は、日本のグラフィックデザイナー、ゲームクリエイター、プロデューサー。株式会社セガ所属。1971年愛知県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科在学中に、模型を手掛けるウェーブに在籍し、怪獣のメタルキットの、原型師として活動。1994年にセガエンタープライゼスに入社し、ワールドアドバンスの大戦略鋼鉄の戦風や、 アゼル、パンツードラグン RPG- ソニックアドベンチャーからソニックチームの一員としてデザインを手掛けている。2000年よりサービスが開始されたファンタシースターオンラインではメインデザイナーとなり以降ファンタシースターシリーズを手掛けるようになる。2006年サービス開始のファンタシースターユニバースではディレクター2008年発売のファンタシースターポータブルでは プロデューサーとなり2012年よりサービスを開始したファンタシースターオンラインにでもプロデューサーを務めている。以前は自身がプロデューサーを手掛けているオンラインゲームのネット情報番組などへの出演やファンタシースター感謝祭などのオフラインイベントにも出没しファンとの交流を率先的に行っていた。しかし PSO2 の旅重なる不具合や 自身の不適切な発言などを理由に2018年12月15日放送の PSO にステーションを最後にこれらの活動を自粛し現場に専念している。なお、アニメ進撃の巨人などで作画監督等を務めるアニメーターの坂井聡氏とは同性同盟の別人である。ありがとうございます。